テロップ何書こうかな。こんばんは。こんばんは。テロップ何か。どうですか。なんて書こう。あ。せーの。あ。みんなあだよあ。ありがとうございます。メガネあねあってて。こんな人いるかな。あ。あと言ったら次は何が来ると思いますか。あ、やっぱりまあやっぱそうなっちゃいますよね。あい。はいはいはい、こんにちは。ありがとうございます。はいですよ。この次は何が来るでしょうか。あいみょんさん。この後何がくすごい難しいな、これ何にしよう。何が正解だろう。何が来ると思いますか、この次。あーすごいロマンチックな答えが多いですね。しかしさあどうなる。うん、待って、難しい。うんどうしよう。こんばんは。面白い大喜利企画になってますよ今。愛よりお金だって。ね、大喜利になってるよ。このあと何つけるっていう。面白い。面白いです。あい分かんない。さあ何でしょう。こんばんは。今大喜利やってるんですよ。あ、お。うん。いっぱいある。お。じゃあこれ大喜利なりそうだから行こう。行きまーす。さあ、これに続くのは何でしょう。何でしょう。
これに続くテロップを考えようのコーナー。あ、それもいいですね。会いに来るとか、会いなんでしょう。シンキングタイムスタート。まあこれそんな別に引っ張るほどのものじゃない。あ、でも言葉がおかしいかもしれない。間違ってるかも、言葉が日本語として。こんばんは。皆さんこんばんは。あいにくのなんでしょう。じゃあもう書きますね。でもこれ多分日本語にないわ、こんな言葉。造語っていうんですか。こんばんは。いや本当に皆さん気をつけてください、体調には。私も気をつけます。こんばんは。テロップで遊ぼうのコーナーですか。あ、そう、なんか地震がねあったって。大丈夫ですか。こちらは大丈夫です。こんばんは。そうなんです、インスタグラム復活しました。あのこの間なんか前回か前々回のショールームでインスタがあのもう復活できなくなったっていう話をしたんですよ。そうそうそう。それであのもう本当に、あ、すごいお祝いされてる。ありがとうございます。もう本当にもう終わったって思ったんですけど、なんと復活しちゃいました。深夜に復活しまして。そうなんです、もう本当にマネージャーさんに感謝です。本当にありがとうございますっていう感じで、もうありがたき幸せです。そうなんですよ、本当は皆さんには10年待っていただいて10年後にまあ投稿した姿っていうのを見ていただこうっていう話をしてたんですよね、ショールームで。なんですけど、こんなに早く叶うことができました。ギャーありがとうございます。ということで、まああの頑張っていきたいと思います。頑張る人のテンションじゃないよねこれ。頑張ります。頑張ってる人の絵にすごい見えないですけど、インスタ頑張ります。まあそうですね、10年はアップしたっていうことですかね。期待してくださるそうです、皆さん頑張ります。頑張ります。あ、明日ねお話し会よろしくお願いします。待ってます、楽しみに待ってます。ありがとうございます。
インスタね頑張ります。でも私なんて言うんでしたっけ、あのストーリー、ストーリー、ストーリー、どっちなんですか。ストーリー、ストーリー、どっちで。これ正解あるんですか、知らない、知ってる方いませんか、そのイントネーションの正解。ストーリー。なんか人によって違うんですよ、ストーリー。どっち、答えを知っている方はいらっしゃるんでしょうか。まあどっちでもいいのか別に、うん、文字があってはどっちでもいいんだよね。はーい、ストーリー、うん、やっぱいろいろある、うん、ストーリー、ストーリー、ストーリーなのかな。でも意味はストーリーってことだよね、私のストーリーをお届けするよっていうことですよね、きっと。わかんないけど、だけどなんかこうストーリーあげるねみたいな感じになったのかな。わかんない、ストーリー、ストーリーなの。え、あ、ストーリーか、ストーリー、あ、そうか、え、違う、え、ストーリー、あ、だこういうことか、ストーリー、ストーリー。だからそれ音程が一緒ってこと、ストーリーっていうことだっていう、あ、音程が一緒っていうことですかね、ストーリーとかじゃなくて、ストーリー、音程一緒なんですね、わかりました。ストーリー、わかりました、ストーリーかと思ってました。限られた時の中で、あ、はい、自己紹介タイムしたいと思います。え、ストーリー、ストーリー、まあどっちでもいいか。はい、こんばんは、ん、自己紹介タイムしたいと思います。せーの、デコポン、スッポン、マイキリ、ミエポン。ありがとうございます。すごい、やっぱね、ここが一番盛り上がるんでしょ、ここが一番盛り上がるんですよ、本当にすごい盛り上がりですね、うん、盛り上がってる、盛り上がってるな、ありがとうございます。 Thank you so much、ありがとうございます。お礼にね、変な顔をお届けしました、ありがとうございます。うん、もう盛り上がりきた、来ましたから、もう一番の盛り上がりが終わったということで、もうあとはね、もう自由に喋っていこうと思います。はい、明日よろしくお願いします。今日ですか、はい、メガネですよ。ゾゾゾ、防御されないですね、全く、はい。そうですね、一発ですね、
ありがとうございます。そうだからインスタが再開したからもう私はそう頑張るっていうのと、うん、まあショールームもできるときに頑張るっていうのと、まあツイッターはまあ結構宣伝が多めですけど、投稿するときやって投稿してという感じで、うん、でも思うんですけどさ、私あげるとしたらさ、みんなさテーマがあるじゃないですか。テーマっていうか、私服がおしゃれな人は私服をどんどん上げていくとか、なんかお菓子作りしましたとか、どこどこに行きましたとか、そういうのをやっぱやってる方が多いじゃないですか。で、私投稿するとしたら何かなって思ったら、なんかその映えみたいな感じの場所にはそんな行かないですし、なんかそんな服も別におしゃれってわけじゃないので、何を出せるかってなったらもう二択なんですね。二択ですよ。いきますよ、せーの。なんかその辺にあるよくわかんないもの、おは自分の顔の二択になっちゃうんですよ。撮ってくださいって言って遠目からね、全身を撮ってもらうとか、そういうのが私すごい苦手なんですよ。で言えないんですよ、撮ってくださいってだから撮るとしたらこう自撮り棒で、自分でこう自撮り棒に立てて撮るっていうことなんですよ。それかまあその植物とか載せてたじゃないですか。ボブさんはもう真っ白けっけになっちゃったんですけどそうだ、どうしようかなって。でもさ、自分の顔ばっか載せててもさ、うん、なんかこんないるみたいななりませんか。うん。だってさ、また顔みたいな。また顔投稿してるよこの人どんだけ顔投稿すんねんこの人みたいななっちゃうよ。いいんですかそれでもまあでもそれがインスタグラムっていうか、それがあれですもんね。それを投稿するためのものですもんね、自分を。うん、顔見たい。まあ、そうみんな、そっか顔載せてるか、なんか人の見てる分には何とも思わないんですよ。あ顔だって思うだけなんですけど、あこんにちはって思うだけなんですけど、自分のこう写真の欄をさ見てるとさ、自分の顔ばっか並んでると、なんかなんて言うんだろう、なんかううって携帯落としそうになるううってうわーみたいな。うん、そうだから、そことね向き合わないといけない、そこを乗り越えないと私はやっていけないですねうん面白いなもうだ、うん、自分の顔ばっかのせるのね、いいですけど。あ確かにね、横でも横があったかも、自分で撮っちゃうのちょっとなんか自分で横が撮っちゃってるよみたいな。あそこを乗り越えないといけないんですね、きっと素晴らしい、一日一日が違う顔ですってすごい、確かにね、生きてる証拠ですね。でもさ、いいんですよこうやって。私のファンの方っていうか、その一部のファンの方は、一部っていうか、そのファンの私のことをすごい思ってくださってるファンの方っていうのは、きっと私の顔がどんだけ出てきても、あーこんにちは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 ってなると思うんですよ。なんですけど、なんかメンバーとか普通にフラットにインスタを見てる方もフォローしてくれてるから見るわけじゃないですか。でそういう人が見た時に、あーまた同じような顔乗せてる、あーまた同じ顔、また顔乗せてるよみたいな、また自分のアップ乗せてる、すごいすごいなみたいな。
ちゃいませんか。うん、本当に、うん、恥ずかしいっていうかなんかね、そういうとこがねありますよね。なんか急にバレエに変えちゃうというか、なんでこの中でも顔が撮ってんの。うん、だからもしかしたらなんか変な顔とかね取り出すかもしれないですね。だから私は励ましてもらわないと頑張れない。だから皆さん励ましてください。私が顔はまだ励ますところまでいけてないですけど、もし自分の顔ばっかり載せて私がもう顔ばっかり載せるのやだってなったら、あの皆さん続けられるようにあの励ましてください。あの私をあの励ましてください。じゃないとも私やっていけない、ぽっきり折れちゃうんですよね本当に。そういうところで、ね、あるんですよ結構。私でも今までまあ結構空いてますけど時間、あのえそうそう、だから顔乗せたいんだなって思われちゃうじゃないですか。でも他に乗せれるようなものない、人に撮ってもらえないから自撮りっていう選択になっちゃうんですよ。過去にそういう企画をやっていた時もあるんですよ。まあインスタに限らずいろんなとこで、でもやっぱね心が折れちゃうんですよね。だからもう世界中が私のファンの方だったらもういくらでもするんですよ。もうわっさわっさドーンドーンって載せるんですけど、まあそう、あ、わかった、皆さん、私はあることに気づきました。あ、そういうことか。だから嫌だったらフォロー外していただければいいんだ。でもそういうことじゃないですか。嫌なら外していただいて、見たい方だけどんどん残っていくっていうサバイバル的なサバイバル形式でいったらいいんじゃないか。そしたら結局まあその私の顔を見たい人だけが残っていくっていう。そうだね、それだ。あ、そう思えば別に何とも早きかも。それでいこう。サバイバル形式でいこう。あなたはどこまで耐えられますかっていう。うん。あ、そういうことだね。あ、そう思えば怖くないわ。ひらめいちゃったね。どうしよう、それで0人なんだ。それはないね、それはない。で、少なずここにいる皆さんはきっと見てくださるとは思うんですけど、あ、そうするわ。嫌だったら外してくださいっていうスタンスでいれば何でも怖くないわ。確かに確かにって自分で今ひらめいたわ。オケマル。サバイバルですよこれは。うん。確かに大発見だな。でもそういう考え方をしたらなんか何でも怖くないような気がしてきた。自分がやりたいようにやって、それをあの嫌だったらあのサバイバルで退出いただいて、それをあ、いいよいいよって見てくれる方だけが、まあ、そのサバイバル形式で残っていけばいいんじゃないかっていう、それだ。イエーイ。ひらめいた。うん、そう思ったら
皆さん生き残ってください意味わかんないよね、ごめんなさい。ここにいる皆さんは多分絶対生き残れると思います。はい、わかんないけど、うん、問題は何かの間違いでフォローしちゃった方とか、なんかあやってんだみたいな感じでフォローした方がどれだけ生き残っていけるかっていう、そこの勝負ですかね。頑張りたいと思います、うん、あーでもそっか、すごいことがひらめいたの。別にすごいことでもなんでもないんですけど、そう思ったら、でも私他にもやりたいことあるんですよ。まあどこまで実現できるかわかんないですけど、それもそういう考えでいけばやっていけるかもしれない そうだね、確かに。そう、うん、逆に皆さん、私にやってほしいことありますか？まあそう、 SNS とかもそうですけど、なんか今の中でできそうなこととか、ね、まあできなそうなことでもいいんですけど、はあ、大発見したな今。まあでもこれは全てここで応援してくださってるファンの方がいるっていうことが前提の発想なので、それはもう本当に改めて感謝しています。ありがとうございます。うん、なんかその、まあ、ショールームでの企画でもいいですし、なんか全然違うお仕事のこととか、うん、あー確かに、うん、なんかね、なんか止まっちゃったかもしれない。で、皆様には私が見えてるのかちゃんと、うん、ああありがとうございます。いっぱいいろんなねありますね、ありがとうございます。あ、見えてるって、うん、ありがとうございます。とりあえず前よりインスタ再開したので頑張ります。あー確かにそれもいいですね、意外性がいい。あー確かにこれはもう配信意外性なんですかね、私の意外ってなんだろうやらなそうなことってことでしょ、イエーイみたいなわかんない、うん、あそれやってみたい、なるほど面白いですね、うん、ちょっと面白いな、ちょっとあ、いいですね、いっぱいいいのがありますね、ありがとうございますうん、メガネです、ありがとうございますうん、じゃあもう今の見て分かりました、皆さんは多分きっと何でも喜んでくれるということが分かりました、ありがたいです、うん、それでやってみたいことあるんだけど全然進まないというか、
でやってる分にはいいんだけど、やっぱそれをちゃんと公式として表に出すとなると、いろんな、まあ大人の方もそうですけど、いろんなこう、うん、こんなんなことやこんなことが絡まってきて、それをどう解決していくか、こうしてこうしてこうして、あーでもやっぱ無理かもしれない、うん、ダメって言われた、あーどうしよう、あーでもってね、なるから、まあ、やっぱ皆さんで10年待っていただくっていうのが一番でもさ、この間10年って言ってさ、すぐだったじゃないですか。だからもしかしたらこれも10年って言ったらすぐになる説説ありません？だから逆に長い目で考え、余裕を持って考えた方が意外と早く実現できたりするんですかね。焦るとね、ダメよ誰って感じですけど、焦るの良くないわ。焦るとね、いろいろと絡まっていくからね。そうで、それをまた解くのに時間がかかって、結局ロスタイムみたいなことになっちゃうので、そうそう、焦らないで、皆様には10年っていうスパンで見ていていただきたいです。いやー、よろしくお願いします。うん、うん、そうですよ。うん、いつになりますかね、わかんないです、まだうん大丈夫、本当に10年はかからないです。そうですね、てかもうインスタが再開がとにかく嬉しいっていうことで、うん、あ、チームフォーコンサート楽しみです。うん、すごい、外れちゃった方が結構いる。あ、でもそうだよね、そうだよねっていうかね、人数制限があるから割とあれなのかな。ああ確かに配信にあるといいね。チームフォーコンサートどうなるんですかね。そうですね、配信してほしいですね。何の曲が出るのか、私はあの曲とあの曲まだちゃんと決まってないのでわかんないんですけど、あの曲とあの曲が入ってほしいなっていうリクエストはしました。これとこれが歌いたいですっていうか、これとこれは絶対入れたいですっていう意見は申しましたそれがじゃあどれぐらい反映されてるのかっていうのは分かりません分かりません。うん、早くさ、もう普通にさ、コンサートとかも入れるようになりたいよね。何にも気にすることなくさ、もうわーみたいな、できるようになりたいよね。うん、もうなんかさ、何をやるにもさ、今そのさ、コロナさんっていう存在がさ、やっぱり邪魔をしてくるわけじゃない。それがもう本当に早くなくなってほしいです。うん、ねえ、そしたらすごい、うん、いろんなことできるのに、プーうん、いろんなとこにも行ってみたかったしね。
も絶対また普通に戻ることを信じてやっていきましょう。いやさ、うん、いやさ、そうなんです、メンバーと遊びに行く約束してて、今ね6人くらいいるんですよ。みんなこう、あ、でも同期もいるか、ほぼ後輩なんですけど、でも多分相手がもう覚えてるか分かんないくらいの、結構前に1年くらい前に1年以上前とかに約束したあの遊び約束っていうのを全部覚えてるから、全部メモに書いてるんですよ。何々ちゃんとどこどこへ行く、何々ちゃんとどこどこへ行くみたいな、全部メモ帳に携帯のねメモに書いてるんですよ。だからそれをまあだから早い順に書いてるんですね。早く予約って言ったらいいんだけど、早く約束した順に上から書いてるので、あの上から絶対にもう何にも気にしなくてよくなったら上から全部もうパパパパパって実現したいですね。うん、相手が覚えてなかったらどうすんだっていうね。まあそしたら新しい約束として、うん、覚えてますよ。1年2年くらい前の約束もあるし、2年は行き過ぎか、1年半とか卒業しちゃったメンバーとか行けなくなっちゃって、2年とか1年半ぐらいの前からいっぱいリストがあるんです。だからそれが実現できることを皆さん望んでいてください。はーい。覚えてますよ、ずっと。だって果たしたいなって思ってるから。うん、早く落ち着いてほしいね。うん、なんかこれかけてるとすごい、なんだろう、なんかやっぱこの縁取りがあるからすごいね、変な感じ、すっごい変な感じ。うん、皆さんね、手洗いうがい AKB で頑張っていきましょう。うん、明日お話し会です。確かに行けたらいっぱい写真撮れます。うん、雪合戦したい。急に雪合戦したい。なんか昔にしたんですよ、小学生ぐらいの時に。誰としたんだっけ、覚えてない。もう友達かな、いとこか友達。なんかね、こういうすっごいもう頑丈な手袋して、もう冷たいとか感じないぐらいの手袋をして、もうこうやってポッサーってポッサーポッサーって、うん、やっぱね、こうカッってやっちゃうとあれ痛いじゃないですか、雪って。結構あれ危ないから、氷で私血出たことあるから。だからふわふわにして、ふわなんていうんですかね、飛ばなさすぎず痛くなりすぎずみたいな、こうファファファってやってファサーみたいな、で相手のなんかこうジャンパーみたいなところでファサーってなるぐらいのやつで、うおーうおーってやったな昔。うん、で氷でなんで血出たかっていうと、なんでだっけな、なんかなんでだっけ、なんか試合を見に行った時に、野球のなんかクーラーボックスの中に、まあ、小学生だったんですけど、まあ、結構やんちゃな時、
少年みたいだった時にそうクーラーボックスがあって、その中にこう夏なんですけど、夏ね、それは冬じゃなくて、ペット大きいペットボトルの飲み物がいっぱい入ってて、そこになんか多分もともとはこういうこれぐらいの四角い氷だったんだけど、それが溶けてこんくらいになった氷がこうやって縦にこう縦っていうかいっぱい入ってたんですよ。でその氷がすごい芸術的で綺麗だったんですよ。その氷をこうバサって取り出して、ああ綺麗だなって思って見てたんですよ氷。そしたらなんかわかんないけどこうやってこうやって上に投げて掴んでみたいな遊びを始めたんですよ。ほんまにミユさん少年は。でそれボーンって上に投げたら結構飛んじゃって、でキャッチするときにああってなったらここに氷がゴーンってきてタラーみたいな、まあそんないっぱいじゃないですよ、ちょっとだけタラーみたいになってあちゃんちゃんみたいな感じでしたね。いや地味に痛かったですあれは。うん、いたって言って静かに氷を戻していた。うん、うん、ウケぽよ。うん、大丈夫ですよ全然。こんにちは。うん、昔はやんちゃだったんですかね。うん、そうなんだと思います。小学校4年生ぐらいですねそれは。うん、あとセミの抜け殻をいっぱい体につけてました。体っていうか服いっぱいいたんですよセミの抜け殻が。でセミの抜け殻ってなんか洋服の繊維にこうやって引っかかるから、大量になんかブローチみたいにして服につけてへへへへへって歩いてた。特に何も意味はないんですよ、別に誰かに見せるわけでもなく、そう楽しいなって走り回ってましたそれで。うん、それで、まあ、最終的にはちゃんと戻してあげるんですよ木のとこに。木に戻してあげるんですちゃんと。痛いそうそう戻してあげて、また会おうねって言って、抜け殻だから誰もいないんですけど、また会おうねって言って、そうそうそう。あとなんかセミを5匹ぐらい捕まえてここにこうやって隠して一気にピーミーミーって放つっていう遊び。本当はでもやっちゃダメですよセミがかわいそう。いやずっと思ってないですよ本当に、一瞬だけこうやって集めてえーめん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 って放つんです。うん、ありがとうございますっていう小学生でした。それやって笑ってんの。本当に、うん、あとトカゲとかも捕まえてます。こうやってへへへって捕まえたぞって。今は捕まえられません。なんでだろうね。小学生の時は平気だったんですけど、今はセミも無理だし、トカゲも無理です。無理無理。今は絶対無理。カブトムシも無理です。うん、あとさなんかさレンガのとこにさ赤いアリみたいのいるの知りません？すっごいちっちゃいアリ、もうなんかアリの中にも入っちゃうぐらいのちっちゃい赤いアリみたいのがいたんですよレンガのとこに。うん、いたよね。そうそうそう、それがそれをずっと見てました。こうやってずっと見てた。面白いんですよいっぱい動いてるのこうやって。でなんかこのレンガとレンガの狭間みたいなとこにいるんですよ。
それをずっと見てた別に何をするわけではなく、ずっとこの子たちはどこから来てどこへ向かうんだろうと思ってずっと見てた。でたまにその誰もいないとこにこう枝とかをこうやってポンって置くってかこうやって立てると、たまにそこに登ってきたりするんですよ。それでねえ、そんな子供でした。うん、アリも見てましたね、ずっと。ダンゴムシは飼ってましたダンゴムシは飼ってたけど逃げちゃった。ダンゴムシすごい大好きでいっぱい集めてたんですよ集めてはないけど2匹ぐらい連れてきて、そう大好きで、こういう穴の開いたってカゴに入れてこうやって、うーかわいいねって言って、でなんかこんな餌とかもあげてたんですよ。なんですけどなんか上の蓋が開いてて気づいたらいなかったんですすぐ逃げちゃった、すぐ逃げちゃいました。うん、そうダンゴムシ大好きだった。今は無理かわいいよね。うん、そう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 。あとは飼育係だったんですよ、小学校の時。そうで、ウサギとニワトリがいて、毎日学校行った時と帰る時にご飯あげて、洗ってあげて、お水のやつ洗ってあげて、お部屋掃除してあげて帰るっていう、そう生き物係だったんです私。そうでたまになんか人参とかこうやって家から持ってってあげてました。キャベツとか元気なのかな。うん、生き物係です。うん、好きだったんですね、動物ね。うん、あと何係があったかな。でもなんかあの生徒会みたいなやつはなくて、うちなんかなんか学級委員はあったのかな、多分あったけど全然そうにやる人ではないです。うん、絶対やらないね。やらないやらない、だって大変だもん大変だもんね。立候補しないし推薦も特にないので絶対やらない。あ、図書委員だった時ある。休み時間に借りに来るじゃないですか、図書室に。それをピッ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 ピして番号に戻すっていう。あ、図書委員だった時もあった。うん、いや学級委員はすごいと思う、絶対なれない。うん、そうですね。なんかリーダー的なものになったことが一度もないです、人生で一度もない。絶対なってないね。うん、だからそういうのができるの人はすごいなって思いますなんでこの話になったんだっけ、わかんない。うん、あ、でも小学校の時部活入ってないんですけど、中学入ってから小学校の時にその部活の小学生版みたいな感じでクラブ活動があって、それはなんか委員長みたいだった気がする。懐かしい。ああ、そっか、小学生の時の話からだ。あ、放送委員は憧れてました。いいな、やってみたいなって思ったけど、なんか目なんかいろいろやらなきゃいけなそうだったからやめました。でもなんか流してほしい曲、給食の時間に
今日本日の曲はこの曲ですみたいな感じで流すんですよ。それで自分が流してほしい曲を細いの友達に押し付けて流してもらってたっていうのはあります。だから全校放送で自分の好きな曲が流れてみんな普通にしてるんですけどこれ私の好きな曲って思いながら給食の時間を味わっていました、うん、へえ。ありましたね、院長だった時。何流れてたかも全然、何流したかも覚えてないいや部活にね一生懸命やってる方は本当に素晴らしいと思います。なんか私泣いちゃうんですよ、ああいうの見ると。部活でみんなで頑張って何かを達成したとかテレビであるじゃないですか、もうすぐですね。甲子園とかもそうだし、なんか東大王ってあったじゃないですか、見た方いますか、東大王のあ、でもあれ再放送かな、多分再放送なんですけど、東大王の決勝戦、3校が残ってる決勝戦で、モアイ像を早く動かせた人が勝ちみたいなあって、重くてそう下がこう平らだから動かないモアイ像をどういう原理で動かすかみたいな決勝だったんですよ。それでその1位の学校がゴールした時にすごいなんかはぁーっと待って涙が出た再放送っていうか予告の再放送だったの。涙出ました。高校生クイズかな、東大王じゃなかった。でも東大王でも泣きました。なんかあ、高校生クイズだ、東大王でもなんか泣いたんだよね。なんか一人一人のやつで泣きました一人がダメになっちゃって、そうそうそう、ごめんなさいね、意味わかんない話しちゃって。とりあえず泣いたっていう話ですうん、そろそろねまとめに入りたいと思いますどういう風にまとめたりかちょっと分かんないんですけど、うん、とりあえずまあインスタ頑張るってことでそういうことで後は明日のお話し会よろしくお願いしますって感じで そうですね。なんてまとめよう。インスタ頑張りますっていうのと、うん、まあ、うん、それだな、うん、頑張ります、うん、なんか気にしすぎず頑張りますってことで、そういうことでランキング読みます。1位 Z48 さん、2位マーシャルさん、3位ルッキーさん、4位ケンさん、5位あやかんちゃん、6位あすしかアットマークもんちゃ1号さん、7位ココポンアットマーク、あやぽんちゃん最近に可愛いよ、イエーイ、8位コアットマークもんちゃ2号さん、9位マヌビーさん、10位空っぽよ園田長崎さん、12位小宮隆さん、13位わたぽんさん、
そしてそうそうたる皆様、たくさんの皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。また明日ですね、お話し会で来てくれる方はお話し会でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ、さようなら、バイバーイ、ありがとうございました。5、4、3、2、1、ありがとう。